この人もおそらく、あの文字だらけ不満、はあ、この人も恐れ、あの文字不満を垂れ、はあ、Thank you.
この人恐る。あの文字だらけの世界か。不満を垂れている暇があればとっとと片付けるぞ。はあ、この人も恐らく。あの不満をた、はあ、何か次まったく。
つも。シロは本なのに文字が苦手なの？何事に。まだ遠いのかな。どれだけ大きいんだろう。あるいはただの幻。どうやら、うん、今度はもっと、うん、こやつ白は何事。まだ遠いのか。どれだけ歩いて。なんだか、あの景色。もうこれで村長のやれやれだ。まあまあ。では本当
村はどうだった？まったポポルさんのところにも神話の森のことを報告に行かないと。若いと無理をし、奇妙な症状です。もう二度と生きた。お疲れさん。最近遠出ばかり。平気だよ、ヨナの体。そう、何か僕に。実は準備が整うのはず、ただ心苦しいんだ。もちろん。え、ありがとう。水路の整備をお願いしていた人が心配だから、家の場所は地図に。いつも赤いカバンを身につけているから。うん、水路の。水路か。船であれば今のように走り回らずに済みそうだな。シロは浮いているだけじゃないか。浮くのにも体力を使うのだぞ。え、そうなんだ。なんだその夢を壊されたような顔は。Thank you.
カリエで。またカリエ出る。また買いに。いらっしゃい。東の崖に囲まれ。いらっしゃ。また。最近。最。この村のとこの村だけで、あと。外国せ。またか。あなたが水路を整備。はあ、何か。もうしろって。実はもう一週間も落とさた。それは大変だ。え？うん。いや、ただ妻は。じゃあ僕はその。そうか、助かる。同じか。これは結構。それなのに。あ、落ちた。場所。あの男、妻が家出した理由に心当たりがあるようであったな。
こんにちは。なーに、家出したみたい。あら、あの近頃はここに顔を出していそうね。わかりました。あなた、僕は。お待たせしました。こんにちは。ああ、そういえば。町の外に行ったとなると、見つけるのに骨が折れるな。うん。魔物に襲われたりしてないといいんだけど。この魔物、何やら様子がおかしいぞ。もしかして…あの…おそらく…そんな…周囲にそれらし…あの人に…な…つらいである…
様が見いえ、すこのカバンはまだやはりそんな家出のそれはシロ何よそれ。そのカバン本当に無事だった。何何なるほど、このカバンを魔物が持って無事で本当によ。お前が大切に取っておいたリンゴを本当にごめんね。家で一週間くらい家を。まさかあなたまたは我の第六。そうだ、僕それに私のほんな、なあ君え、ぼ奥さんのリンゴすごく妻を探してくれ。え、それにこの前だって。何よねえ、そこお容赦に火が。ガラクタのくせに分かったような。急に生きよ。あなたのいい。ぼもう もうあなたはちゃんとしたし。おえ、おめでとう。ごめん。何よもう。何が起きたの。まあここに来たり。あ、そうだ、妻を探して。そうだ、ああそうか、仲直りもできたし。なんだかひどく疲れたな。とりあえずポポルさんのところに戻ろう。あんたもあのばあさんに。あの赤いカバンの夫婦は大変な二人だったな。あれほど言い争っていたのによく関係が続くものだ。でも仲直りした時の二人はすごく幸せそうだったよ。お互いの気持ちを素直に言い合うことが一緒に暮らすための秘訣なのかも。もしお前がああなったら我は出ていく。
水路の管理人さんにお願いを聞き、うんうん、また何か困っ、あ、はい、そうそう、ヨナちゃんが呼んでた、ヨナが、なんだかおね、わかりました。ポポルさんから聞いたよ。なんだ？お兄ちゃん、ヨナの、じゃあ、うん、お友達は、お友達、そう、ヨナ、手紙で文通、文通し、うん、お、うん、お兄ちゃんとシロちゃんで、し、そのお、うん、あのね、なお兄ちゃんにし、いや、ダメ、ダメとか。ボーイフレンドか、どうした、わ、お庭をおは、綺麗なお庭を、花気もせずにやられに来ることだ。しかしなぜ奴らはこんなところに現れるのだろう。食料があるわけでもないのに。
お待ちし、こちらへどうぞ。ここでお待ちください。めんどくさ。たぬか、何やら面妖であるぞ。怖いの、シロ。あれ、かいに